はい、どうも皆さん、こんにちはケです。今回もね、ポケモンスカーレット＆バイオレット的でいと思います。 さあとというわけでねちょっと今急遽ね動画を撮ってるんですけども、まあ、現在、ですね最強翡翠ジュナイパーレードが開催中ということで皆さん、めちゃくちゃ盛り上がってると思うんですけどが、まあ、一応、ですね僕のチャンネルでもほぼ100%ソロで安定して勝てる方法、まあ、周回できる方法というのを、ね、載せてありますので気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。なんででですすすけども実はその裏でですね公式からあるすごく嬉しいニュースが入って で個人的に、ね、めちゃくちゃ嬉しいニュースだったので今回そちらを、ね、皆さんに紹介していいいきたいと思いますで具体的に、ね、どういったニュースかといいますと、まあ、以前、ね、僕動画で紹介したんですけども誕生日の人がその誕生日好きにポケモンセンターに行くとです、ね、シリアルコードをもらえますとでこれ何のシリアルコードかといいますとえプレシャスボール入りの特別なフラベベがもらえるといったようなシリアルコードがポケモンセンターで受け取れるといったような内容を紹介したと。 思うんですけどもそちらがですね今月10月の31日に終了するということも話したと思いますでそれのですねまあ、続きのニュースと言いますかが公式から入ってきましてなんとですね来月の11月1日から新たなポケモンがお誕生日で配布されるということが決定しました ででそれがすすねこちらの2体になりますはいパモとカルボーですねこれは嬉しいですよねまあ、あの一応、ですねパモまたはカルボーどちらか1体をプレゼントされるといった感じになるんですけどもこれはねちょっと11月、12月誕生日の人はすごく嬉しいニュースになりますね、まあ、僕もですね12月に誕生日なので、まあ、まさかのこのねパモかカルボーをもらえると両方好きなのでめちゃくちゃ嬉しいですね。 で、こちらの2体もですね、もちろんフラベベと同じくプレシャスボール入りという可能性が非常に高いですでいつものようにね証もついていると、まあ、具体的にはバースデーリボンですねえ2つなとしてはいつも一緒のというね2つながつきますで、性格はランダムになっておりましてで、特別な技お祝いというものを覚えています、まあ、個人的にはねこのお祝いという技を持っているカルボウめちゃくちゃ欲しいですね でこちらちらょっとね注意点がありましてこの2体、ね、どちらか受け取りたいよっていう方はシリアルコードをねポケモンセンターにもらいに行くか、まあ、もしくはポケモンセンターのオンラインの方でね買い物をしないといけないといった感じになるんですけどももしね直接ポケモンセンターに出向くといった場合はしっかりね保険証とかあと免許証みたいな自分の誕生日が確認できるような書類を持っていくというのが大事になります。あとはでででですすねねね、まあ、スイッチを、ね、持っていきましょうでそこでです、ね、誕生日が確認 できる書類とプラスアルファでポケモンのスカーレットまたはバイオレットのソフトをですね持っているよというのをまああのスイッチの画面でね見せてあげると店員さんにね見せてあげることでやっとねシリアルコードをもらえるといった形になりますそしてもう1個ね注意点ですけども今回のこの配布に関してはソフトをねスカーレットとバイオレット両方持っていたとしても1匹だけのプレゼントとなりますよといった感じになるのでそこはねちょっと気をつけていただきたいという,ふうに思います でこの2体のシリアルコード以外にもですねバースデーブーケカードというものももらえるといった感じでまあこんなね可愛らしい見た目になってるんですけどもパルデアの御三家とピカチュウがね飾られてますねでこちらねバーコードがねあるみたいでそのバーコードを読み取るとなんとまあオリジナルのねなんかバースデーメッセージの動画を見れるみたいですまあ、なのでぜひですねポケモンセンターに出向いたらこのシリアルコードとバースデーカードね両方受け取ってみてください ちなみにポケモンセンターオンラインの方でこの誕生日月で買い物をするとこれプラスアルファで特別な配送箱というものに自分の商品を入れてもらえるみたいなのでまあ配送箱、ね結構こだわりがあって欲しいよっていう方はあえてポケモンセンターオンラインの方でね買い物してみてはいかがでしょうかといった感じですね。 というわけで今回はね、まあ、あの来月からポケモンセンターでの誕生日限定プレゼントが変更されますよとまた新たなものが配布されますよということをお伝えしてきましたけども、まあ、結構個人的にねこのバースデーブーケーカードの二次元コードでなんか特別なお祝い動画が見れるよと書いてるんですけどもどういう動画が見れるんですかね結構楽しみですね。ななんんかかここののバーーーースデデーブーケーカカードを見てる限りはこのパルデア御家とピカチュウがなんか4体が 登場してお祝いしてくれるのかなっていうようなイメージですけども、まあ、ちょっとそこら辺はですね再来月の誕生日にちょっともらってみてお祝い動画ね見てみたいと思いますでそしてね皆さんはこちらパモとカルボーがねそれぞれ選べるのかどうかはわからないですね多分シリアルコードを でもらうときにランダムでどちらか配布されるみたいな感じなのかもしれないですけども皆さんだとこのパモとカルボーどちらが欲しいですかねまあぜひですねパモとカルボーどちらが欲しいかコメント欄で皆さんの意見ね教えていただけると嬉しいですでまあ一応ですねこちらのパモとカルボーのシリアルコードのプレゼント期間はですね11月の1日から来年2024年の10月31日までとなっておりますまあ、つまりですね来年の11 11月からはまた違ったポケモンが、ね、配布されると思います、バースデー特典でね。なので、ぜひです、ね、今のうちにパモとカルボを、ね、どちらか欲しい方は来年の10月31日までにね忘れずに自分の誕生日の月にポケモンセンターに、ね、行ってみてください。 はいということでですね今回はこれで最後になるんですけどもまああのね今回はちょっと公式からめでたいニュースが出てきたということでまあ、僕もですねちょっと今回は特別な視聴者プレゼントを皆さんに用意しておりますはいそれがですね今回はこちらになりますはいこちらちょっとちっちゃくて見えにくいですけどもジラーチちゃんになりますこちらね可愛らしいジラーチちゃんをね 視聴者の方の中から抽選で1名にプレゼントしていきたいと思います、まあ、こちら今回の視聴者プレゼントのポケモンは僕の自己さんになっておりましてお名がねご覧の通りハッキーになっておりますでテラスタイプは鋼テラスタイプの貝殻の鈴を持ってますこれねちょっとレベルね100になってるんですけどもどういうことかと言いますと特別に星6レード用にねめちゃくちゃ強く育成したものとなりますはい 技構成もこんな感じで破滅の願い、ねこれめちゃくちゃ強いです命中100、威力140のまあ,あの鋼技になるんですけどもしっかり PP もね8まで上げてますで瞑想を覚えさせてコスモパワー願い事ですね。 技構成に入れているといった感じで,で努力値もねちょっとバランスよく特攻にしっかり振った後でまあとでマックスアップもちょっと入れてさらに特防と防御をバランスよく育成しているといった感じでまあ結構、ね汎用性の高い星6レイド用のジラーチになります。 でさらにですね特性が天の恵みというものを持ってましてこれどういった特性かと言いますと技の追加効果が出やすいといったような特性になってますので、まあ、自分好みに、ね、育成し直すっていうのも全然ありだと思います。 でこちらのジラーチの応募方法は、まあ、いつもと同じですね、こちら書かれているように、まず一つ目はチャンネル登録ねしていただくとで、この動画の高評価を押していただくというのが1個目の条件になります、そして2つ目は、ツイッター、まあ、今は X ですね、の DM でスクショを送ってくださいで、どんなスクリーンショットかと言いますと、この右に映っているように、チャンネル登録と、この動画の高評価をしているのが確認できるようなスクリーンショットを、まあ、DM でね、 貼っていただくとでそれで応募が完了になりますそして最後はねこの動画に何でもいいので自由にコメントしていってくださいこれでね応募が完了になりますそして僕のツイッターのアカウントはねあのリンクを概要欄に貼っておきますのでそちらから飛んでみてくださいでこちら応募の締め切りは今回ちょっとね翡翠ジュナイパーレイドで盛り上がっててみんなちょっと忙しいと思いますので長めにとっていつかね 撮りたいいと思いますなので10月の11日までですねの23時59分までとしたいと思いますのでぜひ、ね、えそれまでに応募をどしどしお待ちしておりますでもちろんですね以前に視聴者プレゼントを応募したことがある方も何回でもね応募することが可能ですので今回も応募できますでその時はスクリーンショットね今回のこの動画の高評価をしているスクリーンショットを送っていただけると応募が完了になりますぜひ皆様からの応募ねどんどんお待ちしております とということで今回の動画はこれで終わりたいと思いますまたこんな感じでねちょっと公式から、ね、ポケモン公式からめでたいニュースがあれば僕もちょっと僕なりに特別な視聴者プレゼントを用意していきたいと思いますのでぜひこれからもね皆さんで一緒にポケモンを楽しんでいきましょうということでまた次の動画でお会いしましょうそれでは皆さんバイバイ that i made by myself